ミールヌイ市の紋章、ミールヌイは、ロシアのサハ共和国西部にある都市。位置は、北緯62度32分07秒統計113度57分40秒、北緯62.53528度統計113.96111 11度、62.53528113.96111。人口は39,981人。 38,793人と、ソ連崩壊後も微増している。ヤクーツクからは西へ 820km、レナ川水系のビルイン川の支流、イレヤフ川のほとりにある。ミールヌイシミール鉱山ロシア一のダイヤモンド、採掘都市で、ロシアのダイヤモンド生産の99%を担う、サハ共和国のダイヤモンド産業の中心地。サハ共和国内はじめ世界で、 ダイヤの探査、採掘、研磨、販売を行うロシア最大のダイヤモンド企業、アルローサの略称が、ミールヌイトモスクワに本社を置いている。深さ525メートル、直径1250メートルの巨大な露天掘り鉱山、ミール鉱山の跡が観光地になっている。ここは、ソ連初の露天掘りダイヤモンド荒金であったが、50年近くに及ぶ創業を終え、 現在では地下に鉱道を掘り採掘している。周囲の永久凍土地帯ではさらに多くの露天掘り荒金跡があり、地下でダイヤモンド鉱山が創業している。露天掘りのピットや地下の鉱道から出た大量の残土が川に流出して汚染するのを防ぐためにダムも設けられている。1955年、ユーリハバルディンが指揮した探検により近くに キンバーライトのパイプ状の交渉が発見されたことにより入植が始まった。1959年に町となり、現在は市になっている。ミールヌイ地区の行政中心地でもある。同地区には、ビルイ川をせき止めた巨大なダムがあるほか、同地区に属する町では他にもウダーチヌイがダイヤモンド鉱山として有名である。ありがとうございます。